栗山です。ふうみんです。わかめ TV です。今回は慶応義塾大学日吉キャンパスやってきました。はい、慶応でやる企画、慶応でビリギャル探し対決。おお、どういうこと。過去にですね、東京大学でドラゴン桜はあるのかって検証したんじゃないですか。はい、慶応といえばビリギャルですよ。おお、そうです、ありますね、有名なのが。はい、偏差値低い高校出身の女子、はい、これを見つけた方が勝ちというゲームをやりたいと思います。なるほど、ね、リアルビリギャルを探す、はい、ということなんですね。はい、細かいルールなんですけど、高校の偏差値マイナス5で、中学受験しかないところは中学の偏差値プラス7で標準を合わせたいと思います。はい、負けた方から皆さんにパーカーの方をプレゼントしたいと思います。皆さん、チャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。それでは行くぞ、慶応でビリギャルを探せ。わかって TV。 慶応でお姉さん見つけました。はい、お姉さん出身はどちらですか。横浜にずっと住んでます。横浜か。これはどうだ。慶応のお膝元っちゃお膝元っすもんね。そうですね、いやこれワンチャン、しかも慶応女子とかの可能性あるんで、偏差値70後半と。わー、絶対引いたか。絶対あかんですよ、これは。有村架純に似てなくもいや、見てないか。高校の修学旅行先教えてください。私の高校は珍しくて修学旅行がないんです。勉強缶詰高校、ね、進学校だからもう修学旅行もなしみたいな。高校行かずに北九州予備校行ってた。やめろお前、監獄予備校の名前出すなお前。女子校すぎて外にも出せないみたいなこと。そんなことある。どんなアホ高校でもあるもんな。いや全く予想つかん。スルーします。そうですね、スルーしたいと思います。じゃあ答え合わせしましょう。はい、お姉さん出身の高校教えていただいてもいいですか。テリス女学院です。めっちゃ高校高いですよね。めっちゃ高いです。いや、むしろ高校の方が高い大学。あ、なんでないんですか。ずっとないので、なんでかわからないんですけど、宗教行事ばっかりしかない。あ、なんか外出せないんや、親が。いやいや強くて。違う、ペリスは多分もうみんなお金持ち多いから。あ、今日自分たちで行くから。行かない、みんなで行かない。全然ビリギャルちゃうやん。慶応にいる女性2人組見つけました。はい、パッと見なんですけど、はい、こっちのお姉さんお嬢様感出ちゃってますね。いや、お嬢様感すごいです。こっちのお姉さん、はい、ワンちゃん大阪のおばちゃんが来てる。やめろ、どういうことだお前。ちょっと大阪のおばちゃん。やめろ。出身どちらですか。神奈川です。神奈川。あ、神奈川っぽいっすね。ワンチャンフェリス2連発あるんじゃないかぐらいの。フェリス2連発あるぐらいですね。怖いな。趣味教えてもらっていいですか。趣味でね、ちょっと育ちが分かるんで。読書。読書は慶応国語ないくせに本読みたがるやん。やめろお前、小論あるだろお前。書いときゃいいんでしょ小論って。いや違うだろお前、作文じゃねえぞお前。高校時代の部活教えてください。2つ入ってたんですけど。ああ、いいっすよ。総局部でおことやってます。はいはいはい、総局おこと。もう一つが大自然科学部っていうの。大自然科学部、はいはい、お笑い芸人。いやいや、やめろお前、どういうことだお前。大自然っていう芸人がおるから。あ、いるのね。そうなん。部活のバリエーションは広すぎるんで、はい、私立ですねこれは。はい、ですし僕はこの今の聞いておそらく進学校だと思います。進学校にありがちな文化系というか、はいはいはい、こととかやらないでしょ。やらないでやらないやらない。進学校なんで僕はスルーします。僕もスルーします。はい、お姉さん出身の高校を教えていただいてもいいですか。同じ高校。え、同じ。あ、同じなんだ。ジャナビズ女子大。うわぁ、ちょっと待って、はい、賢いですね。すげえ怖えよな。怖い。慶応ビリガロおらんじゃねえか。全然いないわ、みんな高すぎるわ、本当に。わかりました。慶応経済看板ですから。そうですね、慶応経済でやっぱ東大一橋、京大の滑り止めみたいな立ち位置ありますから。そうですね、完全に厳しいかな、お姉さん、高校時代の思い出教えてください。体育祭とか文化祭です。おお、文化祭何しました。和太鼓。え、太鼓、はい、太鼓部みたいなことですか。いや、文化祭だけで。うわ、ちょっとこれ変わってる高校やで、お姉さんこの顔でそんな和太鼓めちゃめちゃ怖いぜ。はっ。お姉さんは文化祭何やってました。カフェ。あ、カフェね。飲食とかこういう結構盛んなのは私立に多い。文化祭頑張ってる、ね。はい、まあでも逆に低い場合もあるよね。確かにね、カフェとかね、やりたがる。確かに。なんかね、なんで慶応来ましたか。国立よりコスパがいい。お、私立専門だこれ。お姉さんも私立だけ受けて、統計のどっちか行けたらいいなと思って両方買ったんですけど、家族に慶応が多いので慶応にしました。慶応一家。慶応がいる。兄とか。兄慶応。母と。母慶応。祖父。そう、おじいちゃん慶応。多すぎやろ。慶応の血が流れとる。これは子供の頃から慶応行くの仕組まれてるんですよ。仕組まれてる。高校も相当賢い。なるほどね。これは二人ともスルーですね。なるほどね。お父さんの学歴気になるんですけど。東大よ。イライライラ。スルーしよう。お姉さん出身の高校を教えてください。久留米大学説。うわー、堀江門高校。東大行くべきぐらいなことですよね。そうですね。落ちこぼ
れちゃった。久留米大附設の落ちこぼれは慶応らしいっす。やめろ。お姉さん、はい、通ってる高校教えてください。吉祥寺市。あ、もうじゃめっちゃ進学校。あ、進学校ではない。いやいやいや、高い。高いです、はい、高いですけど。マジでみんな高いな。ねえ、どうしようこれ。思い出した、ビリギャルもね、確か慶応の SFC やったわ、うん、いやそうや、おい SFC 行ったらよかったじゃんこれ今日。いやおらおら、まあ、確かにな、日吉キャンパスで。ほら、しかもビリギャルも金城女子っていう名古屋のめっちゃ御三家の一つなんよ。ビリギャル自体もちょっと持ってるというか、そう持ってます、ゲル履いてますあれ。ビリギャルおらんやん。ビリオぐらいしかいないよ。早稲田のビリオ。慶応のお兄さん、お姉さん見つけました。はい、第一印象なんですけど、はい、お嬢様ってあんまりジーパン履かないんですよ。いやうるせえよお前。だからちょっと、うん、ビリギャルの可能性あるから。やめろ。出身聞きましょうか。東京です。東京か、なるほど。エリアだけ何区か何市か教えてもらっていいですか。23区の西の方。23区西の方、杉並やないかそれ。世田谷とかね。公園とかも世田谷やったっけ。あ、公園もそうですね。よく知ってるな、公園女子な。好きやった女の子の公園。知らねえな。なんで早稲田じゃなくて慶応。慶応ならちょっとチャンスがあった。ああ、じゃあ、いや謙虚でいいですよ。謙虚ってどういうこと。いやいやいや、謙虚か。科目数少なかったらいけるみたいな。ああ、そんな感じですね。日本語できひん人が慶応にやります。やめろおい。慶応何ができんだよ。やめろおい。国語やらんくせに文学部とかふざけてるよ。やめろおい。音源何時ですか。10時ぐらい。音源10時ってまあまあ遅い。塾とか行ってたかもしれないしね。ああ、なるほど、まあ、塾通い。東京の塾なんてもうみんな飯食って勉強し、飯食って勉強しみたいな、何のために生きてるかわからない子供たちが世の中にたくさんいるんだ。そんな子供たちを救いたい。知り合い塾で働いてるやん。おい、あそこ。おい、やばい。部活動教えてください、高校時代。あ、サッカー部のマネージャーして。うわ、これ公立集するな。ねえ、ドラッカー呼んでるでしょ、多分。著者ハゲのやつ。やめろお前、岩崎さんだよ、やめろ。修学旅行の行き先教えてください。シンガポール行きました。うわー、私立やこれ。バリーナベイサンズ行ったんでしょ、どうせ。はい、行きました。うわもう嫌や、もうバリーナベイサンズでプカプカ浮いてる女子大生だ。プカプカ浮いてスルーします。あ、ここで選んだらどうせ B1 また女子だから選んだでしょって言われるんでスルーします。今日全員女子や。あ、そうか。可愛いから選んだでしょって言われる。帰ってたら高校教えてください。法政大学高校です。第2とかじゃなくて第1の吉祥寺とかの方にある。めっちゃ低いんじゃん法政。やめろ、法政だから低いってその論理はない。法政大学高等学年69。あの高校マイナス5なんで偏差値64です。なるほど、まあ高いですね。高いね。あ、まあ、一応お姉さんに今回インタビューなんですけど、はい、出身から聞いてみる。出身は八王子です。八王子来た。趣味とか教えてもらってください。バスケ。バスケ、あ、いいですね。のんきんです。はい、やめろお前。なんで慶応来たんですか。私立文系で慶応が自慢だった。え、ちょっと待って、バスケだわ。落ちました。バスケ落ちた。ほらほら、待って、今聞いた慶応一番って言ったけどバスケ落ちてる。どんぐりの背比べ。やめろお前。バスケどこ落ちたんですか。バスケの小学です。小学部落ちて。国語は苦手なのかもしれないですね。超進学校の子って慶応まず受かるんですよ大体。バスケ落ちることないんで頑張って早慶行ったパターンだと思います。なるほどなるほど。高校のちょっとした自慢を教えていただいてもいいですか。人数が少ないので仲がいいです。中が人数が少ない、仲がいい。裏ですか。ちょっと嫌だった校則ありますか。スカートがおこ。おお、長い。スケバンデカみたいな感じ。そういうことや、ね、お兄さんから見てお姉さんどういう子ですか。優しくて。優しい、確かに笑ってるもんね。子供っぽい。あ、子供、確かに幼いね。確かにビリギャルみたいな人ってやっぱ常識がないんですよ。はいはいはい。受験だけ頑張ったり。なるほどね、確かに。今のアメリカの大統領知ってますか。トランプさん。あー、バカ。お姉さん、通ってた高校名前教えていただいてもいいですか。南多摩中等教育学校。行けそう。分からんけど行くそうよ。南多摩中等教育学校、偏差値58、はい、中学時にプラス7して偏差値65です。高いな。南多摩。南多摩高い。ちょい高いな。じゃあ慶応でお二人見つけました、はいはい、ちょっとお嬢様。お嬢様よ、はい、受信のキャス東京です。東京か。もう東京いらんねんな、もうな。高校の思い出聞いてもいいですか。友達と遊んだこと。おお、遊んだ。ちょっと浅いですね。でもビリギャルも映画の中で友達とカラオケ行ったりしてました。あ、確かに遊んでたね。ちなみにバイト OK でした。許可取れます。許可取れば、バイト OK の高校結構少ないよね。少ないです。これ進学校は基本 NG ですよ。ですよ。いや、これ結構いけんじゃん、ワンちゃん。何バイトしてたの。バイトしてないです。お姉さんはしてない。なるほど。してる友達はいました。どんなバイトしました友達は。ファーストフードです。ファーストフード。ファーストフードでやっぱ働いてる女子高生。まあまあそう、はい、これ炎上するから大丈夫。ちょっと炎上する気がする。ちょっとあの審査してください。編集でこれやばいかも。カットしてください。そんなに真面目なタイプではないと思う。あ、意外にね。こんなにちょっと清楚系ぶっておいて、はい、将来の夢は。将来の夢、まあなりたい職業とか。楽しく生きれるわみたいなとかあります。楽しく生きれる。OK 勝負します。ビリギャル。ビリギャルだ。じゃあお姉さん、通ってる高校教えてください。
城女子高等学校。ああ、おっしゃ南多摩中等教育に勝てへんやろこっちは南多摩中等教育やからな。吉祥女子かよ。吉祥女子平均64で、中学受験プラス7で平均71です。よっしゃーうわーというわけで、 KO ビリギャル探し対決、高田風美の勝利や南多摩中等教育、あざっす。でビリギャル探し対決やってきました、はい、高田風美が選んだのは南多摩中等教育偏差値65、宮山が選んだのは吉祥女子偏差値71というわけで高田風美の勝利です。ビリギャル見つけたね。いやまあちょっとビリギャルしては高いかねえ。結論、うん、慶応女子みんな偏差値高いっすわ。いや高いわ本当に。50代とかおらんかったもんね。え全然いなかったね。慶応の女子やっぱなかなかビリギャル難しいんやなっていうですね、はい、甘くないよと、はい、本気でやれよということだけちょっと受験生には言いたいです。そうですね、はい、負けた宮山から、皆さんにパーカープレゼントします。皆さんコメント書いてください。皆さんチャンネル登録と高評価、概要欄、ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。